192キロの打球を足でトラックするで。結果、トラックってサッカーか。まこれを見てくれ、ヒールトラックやん。打球はや音えぐくない？このシーズンで2番目に速い打球らしい。マジか。この候補の選手は交代だって。マジケが？これにより骨折したって。タイガースのマット、マニング投手は6日敵地でのヤンキース戦に登板も、初回に 119.5 マイル、約 192.3 キロの強烈な打球が足首に直撃、その後レントゲン検査を受けて骨折と判明した。25歳を襲った悲劇に、彼の足首はもう存在しない。すっごく痛いだろうな、とファンも頭を抱えた。初回、西に三塁の場面で、怪力で知られるジャンカルロ・スタントン外野手が放った速度 192.3 キロの打球が足首に直撃、球場には鈍い音が響いた。跳ね上がった打球をキャッチしアウトを奪ったものの、その後痛みに襲われ、膝に手をついてうなだれた。マニングは2回のマウンドに上がることはなかった。レントゲン検査の結果、骨折したことが判明。マニングは4月にも右足に打球が直撃して骨折、6月に復帰したが、ここに来てまたも災難に遭い、今季絶望となった。えぐ、不運な神業。192キロをまともに受けたら折れるよね。スパイクって頑丈そうに見えるのに案外弱いんだな。スタントンの打球が速すぎるだけ。ありえん、神業すぎる。すごいけどめっちゃ痛そう。反射ってどうにもならんからな。ワイ料理人も落っことした包丁を反射的にキャッチして大出血したことあるし。そういや田中がもろに食らってたな。よく動画見ると、止めに行ったわけでもなく、投げ終わった後に足は全く動いてなくて、そこに速い打球が飛んできて突き刺さってるわけだね。150キロで電柱とキスしたことあるけど、190キロだなんて考えたくないわ。地面にバウンドしてなくね？ライナーキャッチの後にならんの？確かに、ちゃんと記録ピッチャーライナーだよ。くるぶしなら露出してるからわかるけど、かかとでも折れるんだな。バッターは肘上げスネットみたいに荒らしく防具つけるようになってるけど、ピッチャーはいつまでも防備のままなんやろね。ハイリスクハイリターンの守備ってことやな。怪我でこの先の試合何試合か出場できないの、どこがハイリターンなんや。アンアートや。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とはまた次回の動画で会おう。